はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日からですね、 MLB ドラフトの方が始まりまして、昨日は1巡目とそれから戦力均衡ラウンドの A が終了しまして、で今日は引き続きですね、2巡目からの指名が行われ、無事ですね、全5巡の指名が終了しました。でマリナーズは昨日のエマーソン・ハンコックも含めまして計6人の選手を指名しましたので、今回の動画ではですね、その6人の選手を簡単に紹介していきたいなと思っております。はい、でマリナーズ1巡目全体6位では昨日の動画でも紹介しましたけれども、エマーソン・ハンコックを指名しました。ジョージア大学出身の21歳のピッチャーで、最速99マイルの速球を含む3球種を操る先発投手でして、非常にですね、完成度という部分も評価されている選手ですね。で2019年の途中でちょっと怪我をしてしまいまして、以降はですね、ちょっと評価を落としている選手ではあるんですけれども、怪我する前は今年のドラフトの全体1位の可能性もあるというふうに言われていた選手ですし、ポテンシャルはかなり高い選手ですね。でマリナーズは現在先発型のトッププロスペクトとしてローガン・ギルバーとそれからジョージ・カービーの2人を抱えていますので、ここにハンコックが加わる形となりました。昨日の動画でも言いましたけれども、この順位でハンコックを獲得できたのは非常にラッキーなことだと思いますし、ぜひですね、近い未来シアトルで活躍するハンコックの姿を見たいですね。ハンコックについては昨日の動画でも紹介しましたので、紹介はこれぐらいにして、続いてですね、2巡目の全体43位、ザック・デローチという外野手を指名しました。テキサス A&M 大学出身の21歳の外野手でして、で大学2年生の時は結構打撃面で苦しみまして、打率も2割とかなり低迷してしまったんですけれども、今年はシーズンが中断する前までは、打率4割2分1厘とかなり当たっていましたし、また木製バットでプレーするケープコッドリーグでも昨年首位打者に輝いている選手ですので、非常にですね、バッティングには定評のある選手ですね。で同じテキサス A&M 大学出身のタイラー・ネイキン、インディアンスでプレーしている選手ですけれども、と比較されるような選手ですね。で映像を見た限りでもスイングは結構滑らかですし、バッティングはそこまで癖はないのかなと思いましたね。ただマリナーズはマイナーにケレニックとそれからフリオ・ロドリゲスという2人の外野のトッププロスペクトを抱えていますので、この順位でですね、デローチというまた外野手を指名したのは少々意外でしたね。はい、続いてはブルワーズとのトレードで得た戦力均衡ラウンド B での指名ですけれども、こちらはですね、マクレナンコミュニティカレッジ出身のコナー・フィリップスというピッチャーを指名しました。19歳とまだ若いんですけれども、90マイル後半の速球とスライダーが非常に魅力的なピッチャーですね。で制球力にちょっと課題があるんですけれども、まあ、そこはまだ19歳ということで十分ですね、克服する可能性はあるのかなと思いますね。でフィリップスは昨年のドラフトでも指名を受けておりまして、35巡目トロントブルージェイズからの指名だったんですけれども、この指名では入団はせず、ルイジアナ州立大学に進学予定だったんですけれども、今年のドラフトでもう一度チャレンジできるようにコミュニティカレッジ進学に変更しまして、これが功を奏した結果になりましたね。ジュニアカレッジそれからコミュニティカレッジの中の選手では今世代ナンバーワンとも言われているような選手ですし、でおそらく先発としてまずはスタートすると思うんですけれども、持っているボールですとかそういったことも考えると、将来的にはリリーフでもやっていく可能性はあるのかなと思いましたね。はい、続いて3巡目全体78位指名では、オクラホマ州立大学のケイデン・ポルコビッチという選手を指名しました。ポルコビッチは21歳の二塁手でして、身長が173センチ程度とかなり小柄な選手なんですね。ただ二塁以外にも他の内野のポジションは守れるみたいですし、で打撃の方もまあ平均的ということで、個人的にはユーティリティタイプなのかなというふうな印象を受けましたね。で小柄なセカンドといえばレッドソックスのダスティン・ペドロイヤですとか、あとはちょっと昔ですとデイビッド・エクスタインですとか、ああいった選手がパッと思いつくんですけれども、まあ、そんな選手たちのようにですね、泥臭く活躍してくれればいいなと思いますね。マリナーズのマイナーは現状内野の層がかなり薄いですので、もしこのポルコビッチがうまくレギュラークラスに成長してくれると、チームとしては非常に大きいかなと思いますね。そしてポルコビッチと対照的なのが、4巡目全体107位指名のタイラー・キーなんですね。ミシシッピー大学出身のサードの選手なんですけれども、非常に体格が恵まれていまして、身長が193センチで体重が113キロとかなり大柄なんですね。でその恵まれた体格を生かして、非常にですねパワーが魅力的な選手でして、2年生の時は68試合で15本のホームランを放ちましたし、また今シーズンはシーズンが中断されるまでの17試合でなんと7本のホームランを放っていますので、パワー面に関しては文句なしの選手ですね。なのであとはサードに残れるかっていうところが課題になってきますかね。現状マリナーズはサードカイル・シーガーの後釜となるような選手はほとんど育っていない状況ですし、このキーナンがうまくシーガーの後釜として育ってくれればベストなんですけれども、ちょっと体格的にはファーストの方がいいのかななんて思ったりもしますね。マリナーズがマイナーでこのキーナンをいかにサードとしてうまく育てられるかは非常に見ものですね。
はい、そしてドラフト最後の5巡目全体137位指名はカリフォルニアポリテクニック州立大学出身のテイラー・ドラードを指名しました。ドラードは21歳の投手でして、速球こそまあ90マイル91マイルぐらいの選手ではあるんですけれども、4球種をうまく使う技巧派として活躍してきた選手ですね。大学時代は1年生の時から結果を残していますし、でケープコッドリーグでも11試合で防御率1点台と十分ですね、トッププロスペクト相手でも通用しているような選手ですので、現時点の完成度はかなり高いのかなという印象ですね。で投球スタイルを考えると、先発ローテーションの4番手あるいは5番手がうまく成長したケースなのかなという感じですけれども、個人的にはぜひですね、右投げのマルコ・ゴンザレスのような存在になってくれると嬉しいですね。ということで以上が今年のドラフトで指名した全6選手の簡単な紹介となりますけれども、今年もですね、大学生重視のドラフトでしたね。マリナーズはジェリー・ディポトが GM になってからは結構大学生を重視するドラフトが多いんですけれども、まあ、今年もその例に漏れないようなドラフトでしたね。高卒選手は一人も指名しないという結果になりましたからね。で各指名の印象としてはちょっとオーバーピック気味と言いますか、まあ、本来その選手が指名されるべき順位よりも少し早めに指名している印象がありましたね。まあ、いろいろなランキングと比べるとちょっとオーバーピック気味なのではないかなという感じですかね。ただドラフトに関しては将来活躍してくれる選手を指名することが一番重要ですので、事前のスカウティングレポートには現れない何か気に入った点がもしかしたらマリナーズフロントには各選手にあったのかもしれませんね。で今のところ今回指名した6選手は全員マリナーズと契約する見込みですので、まあ、ぜひですね、近い将来全員メジャーリーガーに成長してくれると嬉しいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。